さんこんにちは。こんばんは。じゅんです。ゆいです。はい。夜も更けてきましてですね。まあ、前の動画を見てくださっている方は分かっていらっしゃると思うんですけども、飲んでおります。ゆいちゃんのお家で飲んでおります。そしてワイン2本目を開けましたということでですね、普段より酔っ払った感じでお届けする感じの動画になってしまうんですけども、今回の動画はゆいちゃんがおすすめする練習器具でーす。まあね、結構持ってる人っているんかな、練習器具。どうだろう、なんかめっちゃいっぱい出てるけど、うん、私レッスンで本当に使ってるやつって、うん、数えるぐらいしかなくて、はい、そのうちの3つを今日は出したいな。3つです。この動画はですね、もう酔っ払ってるんで3つを紹介したらすぐ終わりにします。終わり。喋っちゃうからね。喋っちゃうね。めっちゃ喋ってるよね。うん、うん、ということで、ゆいちゃんが普段レッスンで使ってる練習器具3選、うん、紹介していきたいと思います。読みます。じゃあまず1個目は、うん、ファイヤーインパクトっていう、ファイヤーインパクト、こちらです。おお、これ初めて見る。これはうん、地面がこれだとこうやって、うん、まあ、説明できるんですけど大丈夫。これ私がお客さんに勧める時、練習一番勧める時は、うん、スウェーの癖がある人、ああこうね、そう、うん、特に右こっちね、あテイクバックで右に動いちゃう人、バックスイングの時に体重が右に乗りすぎちゃう人は、うん、私のちょっとすごい分かるかな、右足だとしたら右足ここに置くの。あごめん嘘、ここだね。あここにね、ここに置いて置くじゃん。そしたら、はい、例えばどれだけ右に行こうと思ったらスウェーしない。へえ。だから、スウェーのしない右への移動の仕方ってこういう感じなんだっていう体感を作ることができる。グッとちょっと止まるんだね。これ本当に多分やったらめっちゃわかるんやけど。そうなんだ。例えばこれがない時は。結構あのボールでやってたの。あ、ボールここに挟んでね。そう、土踏まずにボール置いてもらって、うんうんうん、で右にすごい右に移動してもらっても絶対滑りしないからやってみてくださいってやってやってたんだけど、これほんと超いい。これあとはまあ一人で練習するとき傾斜、うん、傾斜例えばつま先下がりが苦手とか、つま先上がりが苦手とかだと、うん、これを苦手の方に置いてもらって練習するとかっていう使い方もできるんだけど、私はレッスンで使う時はそのスウェーしちゃう人用に結構これ持っていくこと、うん、なるほどね。まあ、まずはねその場でちゃんと打てるかどうかが重要なんでね、うん、本当練習場で動画撮ったらめっちゃわかると思う。あそう、そんなに変わるんだ。めっちゃ違うよし、体感でも本当に全然ちゃうと思う。へえ。これ踏んでる時と踏んでない時だと全然違う。なるほどね。ちょっと今度それを使ってちょっとやってみたい。やってみたい。動画撮ったら全然違うから。なるほどね、うん、じゃあまず1個目はそのなんだっけです、何インパクト、ファイヤーインパクト、ファイヤーインパクトでした、うん、はい、2個目は物はないんですけど、サンドバッグゴルフとかあったら出てくると思うんだけど、サンドバッグゴルフ、黄色い、あ砂袋みたいな、それ打つやつ、うあのヘッドをこうバツン、例えばインパクトの形を作るもので、でもあのハンドファーストを体感できるっていう。へえ。これ難点があるのが、絶対に家ではできない、めちゃくちゃ大きい音するから。そうなんだ、あれ音すごいね、すごいね、バーンって音がするの。へえ。だから家でやるんだったら、例えば古着着なくなった洋服とか、うん、毛布とかを詰めるといいんだけど、あのそれにしてもかなり音はする。ただうちにはない今車に積んであるけど、テレビでスマップの稲垣吾郎さんが、はいはいはい、なんかそれをなんかテレビでやってたのを見たことがある、うん、すごいねやっぱ。それとまあちょっと言いづらいですけど、あの草加ころちゃんが森ひろさんの
あのレッスンを受けに行ってた時にずっとそれをやってたのを見てた、うんうん、インパクトの形作りをそれもだからファイヤーインパクトと一緒で体感するにはすごい使いやすい練習器具で、うん、なるほどね。バツンってちゃんとこれもね、ほんとね、打ったら分かるんだけど、やっぱヘッドが変な方向向いてるとすごい砂袋打てなくなっちゃう。ちゃんとハンドファーサーでフェースがちゃんと当たらないと、バンって当たると綺麗に打てる。へえ、まああれやってみたいなと思ったけど、ね、それも体感が大事だから、うん、体感というかの体験か、体験、ね、体験するとすごい分かりやすいから、なんかあの練習場とかでも大丈夫そうなところだったら、うん、ぜひやってみてほしい。バンバン打っ、うん、それで打った後にボールパンって、ね、そうそうそう、形作り、スイングのフォーム作りのためにはいいと思う。うん、まあなんか自分でこうやってみようと思ってもできないけど、まあ、そういう器具を使うと勝手に強制されて、そうやっぱイメージ、自分のイメージと実際やってることって本当に全然違うから。そうですね、違いますね。なるほど、それが何だっけ、なんだっけ名前は、なんてサンドバッグゴルフって言ったら絶対出てくると思う。サンドバッグ、うん、サンドバッグゴルフで出てくると思うんで、出てくると思う、黄色いね、砂袋、ね、皆さんちょっとぜひ見てください。次、最近ちょっとよく出てくる三角先生。三角先生、わかんない。これもねちょっと今うちにないんだけど、うん、昔よくあのここにボールを挟んで、あーあったね、ったりとかする、あったあったあった、あれのあのクッションバージョンみたいな三角のここの全部に踏まえた時の、うん、そのここの三角形、うんうんうん、ここにクッションがある状態のある、見たことある、見たことある。そうそうそう、ボールって要は挟んでるから腕に力が入っちゃう、うん、あ肩に力が入る、ね、そうそう、うんうん、ギュッて入るんだけど、三角先生って片方の腕にベルトみたいなのを巻いて、右腕から、右腕は何もベルトがない状態だから寄せるだけなの。そうそう、本当にもうふわってするだけだから腕に力が入んないし、うんうんうん、でもここのスイングで一番大事な形を保つ状態のことができるから、うんうんうん、特に初心者の人にはめちゃくちゃおすすめ。なるほど、ね、初心者の人って構えから打つまでにここの三角形めちゃくちゃ崩れるんですよ。よくこれ三角先生ってこうクロートになればなるほど、うん、あの扱いやすくなってくるから、アマチュアの人向け、アマチュアとか、ね、あの初心者の人向けで、多分クロートの人分かってるじゃんね、多分これ、みんなここを崩さないで、そうテイクバックしてるからね。初心者の人はどうしてもこうなったりとか、あそうです、ね、こうなったりとかする、ね、あこうね、あと打つ時にこうなったり、あこうもあるね、だこうしっかり打てる三角形を維持できる器具、器具というかまあそのなんだろうね、だこの3つはレッスンでめちゃくちゃよく使う。へえ、そうなんだ、うん、ちょっとね実際にやってみたいけど、うん、今回はもう一旦紹介ということで、そうちょっと今家だからね、そう家で動画を撮るっていうので、この3つって人がいなくても自分でできるものばっかりだから、いいねいいねいいね、いいと思う。うんうんうん、なんかさ最近でもさ SNS でさ、うん、こうこの左肩にさなんかこう棒当ててさ、わかる、うん、こういうのあるじゃん、あるね、あれはどうなんだろうか。あれもいいと思う。要は左腕を曲げちゃうと、うん、多分ダメなんだよね。あ、こうやってね。ここが多分結構こうなっちゃうとダメなんだけど、ゆうちゃんがさっきのギリギリまでは手を伸ばした状態で伸ばしたいんだけど、例えばめちゃくちゃ体が硬い人とか、うんうんうん、あとは首痛いとか、うん、肩を回すと首が痛くなっちゃう人ってどうしてももうバックスイング、もう肩が回らないから腕を曲げるしかない、それで遠心力つけるしかないんだったら、うんうんうん、その器具はもう合わない。あーまあちょっとじゃあ人にもよるんだね、合わないだね、まあ、結構窮屈そうだもんね。できる、それができる柔軟性とか筋力があるんだったらすごいいいと思うんだけど、うん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 、結構人によるかもしれない。あーまあそうね、ダメダメというかあの痛いとか、私自分がぎっくり腰持ちだから、はいはいはい、あの体に異変を感じたらとりあえず一旦無理なことは全部やめて、腰、首、肩、あと結構女の人に言ったら、女の人っていうか、まあ、男性もそうだけどあばら、肋骨、あなんかちょっと痛いと思ったら肋骨折れてましたみたいな、あえーみたいな感じの、練習で肋骨折れたのみたいな感じのこととか何回も聞いてるから、あ
ちょっと本当痛いと思ったらすぐ病院行く。ね、もすぐ治療する。まあ、そうね。まあ、体壊しちゃったら意味ないからね。それは気をつけてほしいなと思います。まあ、あとはあれかな。まあ、もしなんか気になる練習器具検証してほしいとかもやるの楽しいかな。いいかも。うん、練習器具買いまくっていいね。いいかどうか検証するみたいな。私練習器具自体はめちゃくちゃ持ってるよ。大体買ってる。うん、あ、そう。なんかあの、なんだろう、オーバースイングを直す練習器具とか、うん、あとグリップを正しく持つとか、あとなんだろう、あのヘッドスピードを上げる練習器具とか、めっちゃ持ってるんだけど、ほとんど使わなく終わっちゃったっていう。あ、そうなんだ。そうだ、出たら大体買うんだけど。あ、そう。ゴルフショップも結構めちゃくちゃ行くし、見たら、あ、これすごいと思ったら、パターとかもそうだけど、めっちゃ買うけど、生き残ったのがさっき言った3つみたいな感じ。すごい少ないね。そうなんだ。ということで、ゆいちゃんがね、もう使いまくって、使いまくって、選びまくった。逆に、これどうですかとか、コメント欲しいかも。これ買おうと思ってるんですけど、とか、これ本当ですかとか、多分大体、買ってる人、大体使ったことあるから、聞いてほしいかも。あ、検証して、まあどうだろう、まあ、良くないみたいなのももちろんあると思うから、まあさっき言ったみたいにこう人によって違うかもとか。あ、そっかそっか、まあ、そういうのも含めてね、なんかスライスする人だったらいいかもとか。あ、いいね。まあ、ちょっとね、コメント欄にこれは、僕はこれ持ってる、私はこれ持ってる、これはどうなんだみたいな、買おうと思ってるけどどうなんだみたいなあったら、ちょっとね、コメントにコメントしていただいて、まあ、それを企画にできたらなと思います、ちょっとね、ゆいちゃんとあとゆっこも含めて、あ、使える使えないみたいなどうなのこれとかねっていうのは面白いかもね。はい、ということで今回ゆいちゃんが試した結果、おすすめできるというか、まあレッスンで ね、よく使う3つの練習器具を紹介させていただきました。はい、皆さんこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。